はい、おはようございます。ラオス3日目の朝でございます。私はですね、現在ラオスの首都ビエンチャンから北に1時間ぐらい飛行機で乗り継いだルアンナムタという町におります。本日はですね、少数民族の撮影に行こうかなと思っていて、昨日なんか町に出たらなんか結構いっぱいツアーのガイドとかをやってるお店が結構いっぱいあって、そこの一人に話しかけたら、なんかオルゴボイクで連れてってやるよっていう話だったんで、約束がね10時ぐらいに、お店に来てっていう話だったので、朝ごはんも食べずになんですけども、お店に行きたいと思います。いい写真が撮れることを期待して、本日もかなりね天気もいいんで頑張っていきたいと思います。では行ってみよう。はい、というわけで朝でございますね。ホテルを出て昨日行ったツアーのねガイドがいるところに、向かっております。日曜日だからか人もなんかちょっと多いですね。というわけでまずモーニングのマーケットに来ました。よくわかんないけどくせえ。めちゃくちゃ衛生面が心配ですね。最初の目的地に到着しました。ランタン。ビレッジですね。できたカウバフォローピッチゲン。アカーの村でございます。8月に来ればみんな民族衣装着てるみたいなんですけど、今は誰も着てないみたいです。というわけですね、アカーの村について、もろもろちょっと見てもらったんですけど、基本ね、伝統的な衣装を着てる人がいなくて、今ちょっと頼んで着てもらいに行ってる最中です。それをね、待っております。結構皆さんシャイで写真も嫌がるタイプの民族で、なかなかラオスとは違うなって感じです。それで着替えてもらってます。めちゃくちゃ見物人ができちゃった。めちゃくちゃ田んぼだ。連れてきてくれたけど別に日本の田んぼでもない。はい、というわけでですね、民族に会うツアーが1日目終了いたしました。まあ、なかなかねガイドの人も交渉してくれてもろもろやってくれたんで、とってもありがたかったです。明日の予定とか全然決めてないんですけど、とりあえずね、今日の夜今ガイドしてくれた人が一緒に飲み行こうよって言ってくれたんで飲み行きます。8時半にまたガイドのとこにね行ったらね飲みに連れててくれるみたいなんで、ちょっとねそういうの久しぶりな気がするんで結構楽しみです。ではちょっとね、一旦ホテルに戻ってちょっとゆっくりして、また戻ってきたいと思います。はい、というわけでですね、一旦ホテルの方に戻ってまいりました。結構ね、バイクで爆走して結構怖かったんですけど、まあでもね、途中慣れてなかなかいい経験ができたんじゃないかなと思っております。で、明日の予定は全然考えてないんですが、先ほどちょっと道中でも言った通り、今日のね8時30分にねもう一回集まってみんなで飲もうよってガイドの人に言われていいねっていう話にしたので参加したいと思います。
明日はねちょっとカヤックをやりたくて本当は。でまあ70ドル7000円ぐらいかかるっていうのでちょっと悩んじゃったんですけど、もう一回ね後でどっかのタイミングで申し込みには行こうとは思います。で帰り道のね道中でなんかタイじゃねえやラオスにしかないであろうエナジードリンクをね見つけてしまい、本当にラオスだけなのかはちょっとよくわかんないんですけど、スティング、英語でスティングって書いてあって、ゴールドラッシュ、レジの前の人が取ったから俺も買ったんですけど、ちょっとねせっかくなんでラオスのエナジードリンク味見です。はい、というわけでですね、めちゃくちゃぼーっとラグビーとか見ていたらいつの間にか8時半前、ギリギリの遅刻になってしまいました。今から急いでね、ガイドさんがいたところに行って一緒に飲んでいきたいと思います。さすがに、8時過ぎると暗いですね。意外とね GCB が使えるんだよね。アメックスを使えてほしいけどね。ですね、待ち合わせ場所に来たんですけど誰もいないです。ちょっと待ってみようかな。とりあえずちなみにここオフィスでございます。なんかこういう風にですねいろいろツアーのやつが書いてあって、まあこれにないツアーもね頼むことができるみたいですね。結構融通が効くっぽいっす。よくわかんないけどガイドの人たちと連れられて乗り始めました。これがめっちゃうまい。飲み終わりました。なんかねラオス人にねいろいろ教えてもらって楽しかったです。バイクで送ってもらいました。ホテルの近くですね、ここからもう歩いて3分ぐらいなんでもういいよって言って送ってもらいました。でもかなりねローカルなねラオスの人たちが行くようなところに行けて私は満足です。とても楽しかったんで、またね明日もねぜひあそこに本当は行きたいぐらいな感じでございます。でまあここからはねホテルに戻って、もうホテルですね、ホテルに戻ってゆっくり寝たいと思います。シャワー浴びて。明日はですね実はカヤックツアーを申し込んでおりまして、またね9時にガイドのところに行くっていう約束になってるんで、またちょっとね明日また楽しみにしていてもらえればと思います。また明日です。ではシャワー浴びて寝たいと思います。ではバイバイ。めちゃくちゃ衛生面が心配ですね。